はい、カジケンです。前回岩尾ヌプリの方から、登ってスノーボードで、降りてきまして、今スノーボードから、スノーシューに履き替えまして、時刻は10時、これから、迎えのニセコスキー場の裏側になるアンヌプリの方に登っていきたいと思います。はい、では出発します。もはや修行。はい、頑張ります。プリ合宿の、二山目は、ニセコスキー場の裏のアンヌプリ、今登っていってますが、アンヌプリは標高が、1308m と、なってまして、岩尾ヌプリから降りてきてまた標高が 800m まで戻ってきたので、標高差はおよそ 500m、 岩尾ヌプリよりは約 200m 高い山と、なっているので、ちょっと岩尾よりは時間かかるかなと思いますが、また気合い入れ直して二山目登っていきたいと思います。はい、標高 1100m まで、来ました。時刻は今11時15分です。ちょうど岩尾ヌプリと同じ高さのところですね。で、あと、アンヌプリの山頂までは標高が約 200m というところで、ちょっと、水分補給と、軽くお腹すいたので休憩して残り 200m 登っていきたいと思います。はい、今12時になりました。標高は 1220m と、尾根の方まで出てきました。はい、山頂の方と避難小屋の方も見えてきたので、最後尾根歩きをして、アンヌプリ山頂を目指していきたいと思います。はい、ニセコアンヌプリ頂上到着しました。 1308m。
山地図見よう。わ、海がめっちゃ綺麗。だいぶトラバースしてきた。あー、きつ。今1時20分です、アンヌプリの方から降りてきまして、五色温泉の駐車場まで戻ってきました。これからニトヌプリ3つ目に向かって、ちょっと車で離れているので移動していきたいと思います。はい、じゃあアンヌプリ編はこれで終わります。ありがとうございました。